オッケー。待ってここ。Welcome to Arata Watu。学校帰りそのままパパのバースデートリップでアナンタラリゾートに待って待って。超混んでそうだね。めちゃめちゃ混んでそう。それ。学校帰りにこんなリゾートに来れるのいいね。工作した。アートクラス？写真立てした。写真立て作った。すごいね、階段だらけだからさ。お年寄りは無理だね、ここね。For the beach, this cannot for swim, yeah? うん。But if you want to go to the beach, we have lift over there. But at 5 until 6 p.m. Okay. 海には5時までしか行けない。This pool, and the left side has the lift there, yeah? はい。こっちがプール。こっちがお部屋。You want to open the door?Thank you. 今日は601号室です。わー！ And for here, upon that foot, inside? Yeah, perfect. ここが、お部屋です。This is the jacuzzi? Yeah. I will show you the jacuzzi. うん。ジャグジーがあって。わー、プール。プール！あ、すごい！目の前やん、海。Near by the sea. Thank you. Good. すごいお部屋。めちゃめちゃいいお部屋。こんないいお部屋だと思ってなかった。もう海目の前で、インフィニティープール目の前で、私たちのお部屋のプール。イエーイ。ジャグジー猿が来るんだって。猿来るって、バナナ買っとけばよかった。ねえ、クッキーあげれば。何の？お菓子、お菓子。アナンタラ601 The password same アナンタラ601 Yes For the Wi-Fi ね。 Thank you。 テレマカシー。うん、同じ。え、ここ全部スイートルームだから。そうそうそう、全部作りは同じだと思うよ。ただビューが違うだけで。本当？ここからなんかトイレ行けるのかな。ね、よいしょ、あれ開く？ここがシャワー。それバスソープだ、あの、ソープだから、うん、それで泡のさ、ジャグジーになるやつ。すごーい、いい眺め。はい、こんな感じのダブルシンクで、珍しい。ちょ、ソファーがさ、でっかい。ねえ、パーティーできるね、ここでね。今日はパパの友達が来てここで飲むそうです。
誰？ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアパパちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。イエーイ、おめでとう。何歳？28。違う、嘘つかないで。49。おめでとう。おめでとう。ホテルからいただきました。今日はね、すごいいい部屋にね、案内してもらったの。見てこれ。目の前。ビーチ。うん、なんかね、多分アップグレードしてくれたんだよね。よいしょ。プールアクセスのお部屋で、下がホテルのメインのインフィニティプールなの。で、もう、海、ルバツの海でこんな感じで、ちょっと今ね曇っちゃってんだよね。まあでも雨季に入ったのかなっていう天気でも、すごいお部屋に案内してもらってラッキーだね。ラッキーです。ラッキーだね。うん、あとでジャグジー入ろう。入れなくて靴よくね、日本人ある。見てみましょう。そんなバカなことする。Thank you.
とりあえずハッピーバースデー、ハッピーバースデー、面白いよ。なんか日本だと最後にガーリックライスが出てくるんだけど、 なんと一番最初にガーリックライスが出てくるんだけど、それ食べてくださいね、小谷さん。あるやん、うん、あのおかゆ、うん、じゃあ頼むんだよ、頼むんだよ、それだよ、それ、これ、うん、これ、うん、今日一応席に座って、うん、これ、あ、ここ、マリちゃんが座ったところだ、本当？ここが見えますか？あそこ、あの黒いやつ、猫です。どうぞ、猫を見せた。はい、おはよう、今日はどんな感じ？猿がいた？猿が5匹ぐらい。あ、もういなくなっちゃったね。いや、いるよ。本当？うん、どこ？ほら、見える、あのここのさ、ここのさ、隣にいる。あ、ほら、ちっちゃいね、ちっちゃくて、うん、いるけどね。今座ってるもん。あ、動いた。じゃあ、さておくもおいです。でも晴れそう。あっちの方晴れてるから。
してパパ。はい、どうもありがとう。はい。もう一個のインフィニティプール行こう。うん。今もここもプールです。見れば赤でプール。よいしょ。あ、キッズ？ちっちゃいね。これキッズプールじゃない？でもキッズ…あ、むずい。うわ、深い。急に深いね、急に深い。あー、天気が悪いからね、今日。うわー、綺麗。フランジパニーの花が。本当だ。フラワー。撮っていい？いいよ。無料で。あー、怒っちゃう、怒っちゃう。あー。取れた。あ、まだそっちにもう一個ある。なんで、あー、そこのフランジパニーか。お風呂に入れよ。お風呂に入れるの？うん。ゆうのお部屋はあそこです。ここから2番目？2番目のお部屋。左から2番目の部屋。違う、右から。あそこにもいっぱい怒ってるよ。フランジパニーポリ。ママ、ん？後でサミーがフランジパニーをさ、あのいっぱいやるからさ、うん、あの二人で撮る。何を撮るです。じゃあお風呂入れんじゃないの？入れるけど、その終わったらやる。うん。あ、これさ、こうやってやっといてくれる？ちょっと海が干潮になってきたね。じゃーん。手やって。持っといてよ、持っといてよ、持っといてよ。なんで？待って。姉ちゃん眉毛つながってる。かわいい。ごめん。うん、カモメになってる。はい、やるよ、フランジパニ取り。パパに似たんだね、デジマユ。フランジパニします。バイバーイ。バイバーイ。いいよ。じゃあどっちが多いでしょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ママ9。6、7、8、9、10。みゆの勝ち。みゆの勝ち。下のプール行こうじゃん。あ、ていうかフランジパニーの下のプールも。ここにもあるよ。ここ入れて。超綺麗、桜みたいね。このフランジパニーが起こる。よいしょ。はい、行こっか。行こっか。部屋戻る？うん、部屋戻ろう。近いかな。こっち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 。めんどいね。ここにもあるじゃん。ママの手にも持ってよ。ふくるだよ。すごい、海とつながって見える。あらー、こっちがプール。すごいね。Thank you.
っと持っとかないと。うん。じゃあこれからこのフランスパンを浮かべて泡風の中にこれを入れます。蛇口に入って温まりたいと思います。あーすごいすごい。取れないよ。だね。すごい。フルアクセスもすごい簡単でいいね、この部屋。もう水着のまま出てすぐお部屋なんで、はいはい、どうぞ。こっから飛び込めるね。見て見て、こっから私たちの部屋はここ。これ飛び込めるんじゃない？全然。届くかな、みえちゃん。え、まさかの？まさかの？そんなことできんの？無理だね。危ないよ、気をつけてよ。海もめっちゃ綺麗やん。まだ今曇ってて、あれだけど、ちょっと晴れてきそうですね、後から。まあそんな感じで、私はプールよりジャグジーに入りたいと思います。貸し切りだね。インフィニティプール誰もいない、まだ朝なんで。でもこのお部屋はこうやって海の目の前で、インフィニティプールの目の前のプール付きのお部屋なんだけど、あと部屋のね、横のここからこのインフィニティプールにもアクセスできるし、めちゃめちゃいいお部屋だと思います。ここのね、部屋を予約したわけじゃなかったんだけど、なんかホテルの方がアップグレードしてくれて、ここに案内してもらいました。誕生日ってラッキーですね。はい、で今から私はこのプライバシーが全然ないジャグジーに入ろうと思います。ゴーグル忘れちゃったの。あ、そうなの。うん、だから泳げる。最高の景色だね、ここね。見てて。
サンタクロース。じゃあ、 あのヘッドスパやってあげたら、パパにヘッドスパごっこ。タンタラタンタンタラタン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 。早い。目に入ります。はい、いらっしゃいませ。超パサパサ。顔に入ります。今投入です。いいなぁ、ここ来たいなぁって思ってるよ。ないものねだりだね。でも雪は1回ぐらい見た方がいいね。本物の雪ね。はい、これが雪だそうです。雪山。ちょっとまだ雲が多いけど、あっちの方とか晴れてきました。お昼には晴れるといいな。はい、こっちも晴れてきてる。野口は結構熱々のお湯出ます。やったらーせーの。浴びます。最高じゃん、こんないいお部屋で。下がインフィニティプール。パパと同じゲジ眉。泡がすごいことになってる。のビーチはサーフポイントでインポッシブルビーチっていうそうです。不可能なのかな、この波が。よくわからないけど、インポッシブルビーチっていうんだって。で、あっちのあそこのこのテントのところがなんかカフェバーみたいになってて、その下に海までね、降りれるエレベーターがあって、そう、この目の前、プールの目の前はもう崖なんだけど、ビーチまで
く降りれるようになってます。晴れてよかったけど、誰もまだプールにいないですね。ここ通って先端まで、こんな感じです。はい、ここずっと上、オーシャンフロントのお部屋になってます。一番海地下のお部屋に案内してもらえてすごくラッキーです。海の綺麗なの見えるかな。サンゴがいっぱいあって、今日はね、ここは12時チェックインなん、あ、チェックアウトなんだけど、なんか特別にレイトチェックアウトしてもいいよということだったので、ちょっとのんびりしたいと思います。あるんだ。Thank you.
ね、冷たいね。チャンネル登録よろしくね。